ボートレース大村発祥地ナイター、新春開催の第2弾は5日間シリーズでした。ボートレースチケットショップ長崎さざ開設7周年記念、いよいよファイナル優勝戦第12レースの開始を迎えています。外枠から5号艇の赤坂俊介が動きを見せて、やはり2コースあたりに入りそうです。対戦の6勢はオール A1 級の対戦、1号艇が広島の大上拓人、2号艇佐賀山田浩二、3号艇佐賀の上野慎之介、4号艇岡山山口達也、5号艇地元長崎赤坂俊介、そして6号艇佐賀3人目安河内翔、以上6メンバーの対戦です。再び若干風が出てまいりまして、待ってる状況、陰線1号艇の大上拓人、堂々シリーズリーダーを務めて陰線2コース5号艇地元赤坂、3コースに2号艇の山田浩二、この優勝戦を勝ちますと1戦勝に王手をかける形になります。ダッシュ水域スタート展示同様、4コース角1、3号艇の上野慎之介、5コース4号艇の山口、サイアウト6号艇の安河内翔、並びもスタイルもスタート展示同様、優勝戦の第12レーススタートまで10秒前を切っています。最終の進入体系さらばって、進入体系はインコースから1番5番2番3番4番6番の体系、優勝戦の12レーススタートいたしました。インコースから1号艇、4コースから3号艇、若干のぞこうかという体勢、1周1マークはインカレン体勢、1号艇、2号艇が攻めていく、内側からガラッと開いて4号艇が差していきますが、バックスレッジ向こう上面、さあ、陰線を仕切って1号艇の大江拓人、リードは早くも2停止半ぐらいです。2番手追走、4号艇の山口か、3番手争いは2号艇の山田、内をつきましては6号艇の安子内、さらに差がなく3号艇上野慎之介、最後方追走5号艇地元赤坂、向こう上面から2マークの旋回、スタート前提、正常です。1号艇、下げ前体勢、2号艇、4号艇、交差旋回の2番手争いは、上位の体勢は1番、4番、2番の体勢、レースはこれから2周目です。早くもリードは5、6停止、セーフティーリードを固めて1号艇の大上拓人、2番手追走は4号艇の山口、3番手には2号艇の山田浩二、4番手6号艇の安河内、5番手には3号艇の上野慎之介、最後方追走5号艇地元赤坂という並びは変わらず、上位の体勢1番4番2番の体勢でバックストレッチ向こう正面に入っています。今シリーズは連勝発進、堂々シリーズリーダーを務めました1号艇の大上拓人、ここは堂々横綱相撲の内容で早くもセーフティーリードを固めて2周大胆マークへと向かいます。2番手追走4号艇山口、ここは5コーススタート、3番手には2号艇の山田、上位の体勢1番4番2番の体勢変わることなく2周目の大胆マークを旋回いたしまして、レースの方はこれから最終周回と入っていきます。独走体勢ぶっちぎり1号艇の大上、2番手追走4号艇の山口、3番手には2号艇の山田、その後ろ4番手争いが3号艇の上野と6号艇安子内、最後方追走5号艇地元赤坂という並びになっています。1番4番2番と3周目の1マークをクリア、向こう正面に入っています。3連単の142というのは 34.1 倍を示しています。通算の勝ち星644勝目、そしてこれが17回目の優勝、昨年末の11月小島についての優勝ということになります。1号艇の大上拓人、2番手追走4号艇山口、3番手2号艇の山田浩二、優勝戦の第12レース、1番4番2番の体勢、最後の直線コースから間もなくゴール、今着で1号艇の大上優勝の降臨、2着には4号艇山口降臨、3着2号艇の山田降臨、後ろは3番6番最後方5番降臨です。